や、いい、なんか、ちょっと寒い話題が。はい、というわけで、今井君の秋田発表させていただきます。まるまるまるとかしちゃっていいんですか？というか、なんか朝来てみたらいつの間にか自分が発表することになって、なんかタイトルまで付けられてた。まあ、じゃあと思って。これ何も書いてないの？いや、タイトル設定されてることか。ちょっと設定されてる。で、まあ僕今京都の ATR ってところで働いてるんですけど、まあ今井健、やっぱり改めて見ると、やっぱりブラックだなと思って。でも、その、まあ、よりブラックな今井健にわざわざ戻ってきた、まあ、その理由について、あの、お話をしたいなと思ってます。すごいですね。ね、ちょっと映像撮られてるからね。ちょっと恥ずかしいな。はい。で、僕が考えるミニトロプロジェクトで、あの、まあ、このミニトロプロジェクトって、やっぱり電脳アーキテクト若手の会にとって、すごい重要なあのプロジェクトだと思っていまして、とか多いですね。取りすぎでしょ。で、まあ、皆さん生きる内容とは被る部分もだいぶあると思うんですけど、まあ、じゃあもしミニトロプロジェクトがない場合どうなるか、まあ、電脳アーキテクチャの若手の会とかあんまり知らない人が、まあ、こういう質問をします。電脳アーキテクチャの若手の会ってどんな活動をしてるんですか。で、それに対して、まあ、アーキテクチャの若手の会ってことございます。勉強会やってます。そうするとどうなるでしょう。そうなんですか。まあ、あの、食いついてくれる人は食いついてくれると思うんですけど、まあ、なんか難しいことやってるんだね、すごいねって終わり。俺らはもうちょっとうまく説明できるからね。説明の仕方だよ。そこが、もしミニオラプロジェクトがあると、電脳アーキテクチャの若手の会ってどんな発想してるのか、ミニオラ作って研究してます、あと勉強会もやってます。そうすると、ミニオラすごい、ミニオラって喋るんですか、どんなことできるんですか、僕も使ってみたい、そういうか僕も電脳アーキテクチャ若手の会に参加して一緒に作りたい。できる会社の方がまあ、要するにミニオラがあれば、あれなんかいる、あ、はい、うん、若手の会の、まあ、代名詞ができるかなと思っていて、やっぱりこう一言でその電脳アーキテクチャ若手の会って何してるのって聞かれた時に、あのミニオラプロジェクトっていうのは若手の会がやってる要素っていうのをかなり多く広く含んでいるとか、全部含んでいるというのが可能ではないかなと思ってるんで、やっぱりその一言で特色を説明できるっていうのはすごく大きいかなっていうのがまず一つで、あと勉強会っていうと、やっぱりそこから、まあ、あの電脳アーキテクチャ若手の会では勉強会を多くスライドを作って公開してるんで、まあ、それも大きな業績にはなってるんですけど、やっぱり具体的な形、もっと具体的な形でやっぱり後に残っていく業績を作っていけるかなっていうふうに思ってます。で、やっぱりこれが一番重要だと思うんですけど、まあ、ミニトロプロジェクトを通して、やっぱりより多くの人に、まあ、その若手の会に興味を持ってもらって、あの、いろんな人が参加してもらえればっていうふうに考えています。今更なんですけど、もしかこっちは海外で全然作ってない。まあ、僕は。そう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 。はい。それで、まあ、皆さん、ハッピーやればいいかなと思います。はい。というわけで、僕はその会計として、まあ、ちょっとこう、やっぱり会計ですから、まあ、なんだろう、やっぱりミニトロプロジェクトは参加しなきゃと思って来たんですけど、まあ、やったこと、1日目は川崎県でハンダ付けをハードウェアしました。で、3日目は松森とちょっとあのソフトウェア見てました。はい。で、あと顔芸で、リサーチやりました。というわけで、全部の話ちょっとずつ関わってます。はい。というわけで、僕の話はこれで終わりなんですけど、大沢さんが、大沢さんって言ったね、あのタイトル、はい、はい、せっかくスタッフ作ったなんていうあのタイトルをつけてくれたんで予断をします。はい、昨日今井健の予断がこのような質問しました。今日が見れたら強制化実現しました。これは暗い実現になると思ったんで、あのスタッフ作りました。これです。もう黒いからとりあえず全く仕切る風にしよう、黒くしました。終わりです。